今日はちょっと日曜日なんですけど、日曜日の朝っぱらからね、なんか、ザ・コリシアム。コリシアムだってさ、コロシアムか。日曜日の朝っぱらからさ、もうなんか、詐欺の電話がかかってきて、よくあるんですけど、なんか名字まで知られてるっていうね。電話番号と名字だけ知られてるっていう。どこに住んでるかまでは知られてないっていう感じなんですけど、まあ詐欺の電話がありまして、まあこっちも遊ぶわけですよ、その電話で。で、身分を偽って遊ぶと、なんか意外と身分を偽るとね、なんかすごい話がね盛り上がるっていう、意味がわかんないんですけど、ちょっと。あっちもね、なんとか騙そうとしてくるから、頑張って話を引き出そうとしてくれるんですよね。だからかな、なんか一人で喋るよりね、話がうまくいくっていう。なんかストーリーが作れるっていうね。偽りのストーリーなんですけど。警察官だって偽って自分のことを。私がね。それでいろいろ話してたんですけど。30分ぐらい話したかな。電話代あっちにしかかかんないから、まあいいやって思って。面白かったし、録音しとけばよかったなって思ったんですよね。録音して、流したら結構面白いんじゃないかなって思いましたけどね。はい。まあそんな感じっすね、今日は。ちょっとね、これ、難しくないですか？結構。やばい、食らう。OK、大丈夫だった。またネズミか。巨大ネズミ。お、カットシーンが入った。ゴリラ？本当に？ユーマじゃなくて、あれ。ゴリラにしては、ねえ、人間っぽい動きするな、なんか。やべえな、強いんじゃないの、これ。やべえ、やべえ、やべえ。強いぞ、こいつら。ああ、強くないか、そんなに。やばい。タイミングが早かった。チェックポイント。で、ここ登っていこうか。誰誰誰？ハゲの人か。ハゲの人かな？上に行って、あそこに行くと。これ鍵穴だな、なんか。刺すんだね、なんか。探してきて。これは？レバー引っ張ると？ああ、コロシアムか。戦うのかな？カラスとか鳴いてるけど、まあ、トゥームレイダーの音じゃないんで、気にしないでください。ああ、ゴリラか、また。またお前かよ。ショットガン強いな、めちゃくちゃ。次は何これ、ライオンの、メスのライオンかタイガーかな。やばい、外した。オッケー、なんかあるぞ、上に。鍵か、あれが鍵か。なるほど。よし、持ってきました。鍵ゲット。銀色の鍵、バルコニーの鍵だってさ。今回はアーティファクトとかって1個か。アーティファクト1個だけね。また戦いか。タイガーかな、タイガー。やべえ。
はい、来るね、次。よっしゃ。で、ここに鍵を挿します。はい、開いた。開いたけど、こっからどうすんだろうね。あー、あっち行くのか。行きましょう。あの回復パック取り方わかんないからいいや。回復間違えて使っちゃったけどさ、何回か。マガジンか、あれは。何？なんかあるよ。お、カリバーピストルゲットした、やっと。やっとね、弾が使えるっていう。アーティファクト発見。あれ取りに行こう。それでいける？オッケー、いけた。またダガーか、これ。あ、そっか。ギリシャはダガーなんだね。ダガーなんだね。あ、こっちから行けんのか。なるほど、なるほど。こっちジャンプして、次、あそこね、ジャンプして。よし、行けた。はい。マガジンもうマックスですね。はい。新しいところ、やっていけました。新しいところやっていけましたよ。暑いよ。寒いんだけどね。窓開けると寒いから、閉めてるんですけど、閉めてると暑いですね。コウモリか。危ない。回復アイテム使うとこ。ダメージ食らってるし。これでクリア。これでクリアかよ。コロシアム。ギリシャのコロシアムクリアです。はい。では、次のステージへ行きます。あの、大仏みたいなの気になるね。